続いての試合ですが、この番組でもおなじみになりましたタイの鉄腕パンチャーサマン・ソーチャトロンが登場してまいります。 WBC 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチです。今日は5度目の防衛戦になりますね。相手はチリのアリ・ガルベス、この選手の挑戦を受けるわけですけれども、まずはチャンピオンのサマンから紹介してください。はい、あのタイのカンパンシン出身の27歳ですね。パンチがありますね。この選手は戦績がですね、35戦32勝26 KO もしてます。2敗1引くわけです。95年にですね、ウンベルト・チキタ・ゴンサレスに7回逆転 KO 勝ちして WBC IBF の世界ジュニアフライ級タイトル獲得して、このタイトル4度防衛してるんですね。まあ、途中 IBF タイトルはまあ返上したんですけれど、まあ、この挑戦者の中には、細野雄一、ガンボア・コイズニ、まあ、私の選手ですけれど、そして、八尋志郎選手、こういった選手に勝ってますね。まあ、攻撃の威力のあるそのパワフルな、まあ、ハードパンチャーですね。浜さん、最近のサマンはどうですか。まあ、軽量級離れと言ってもいいと思うんですけど、パンチ力、そして体力、そして突進力がありますね。ただスタミナ面で、ちょっとまだないんじゃないかなっていう思えるところもありますね。あ、そうです。はい、さて、相手はチリの選手です。アリ・ガルベス、こちらも紹介します。はい、この選手はチリ出身ですね。年齢はもう34歳になります。ベテラン選手です。戦績がですね、45戦36勝6 KO 9敗なんです。これまでですね、 WBO タイトルにですね、3度挑戦してるんですね。まあ、ホセ・デ・ヘス、そしてイシドロ・ペースに2度、ところはみんな失敗してるんですね。91年にですね、ルイス・ディアスにその9ラウンド失格勝ちして南米のジュニアフライ級タイトル獲得してます。その後ですね、まあ、あの昨年にはですね、チリのフライ級タイトルも奪回してるんですけどね。まあ、ストレートパンチが得意なですね、ベテランボクサーですね。そう、はい、はい、さあ試合に行く前に一言だけ浜さん、ポイントを伺っていきたいと思います。まあ、普通通りボクシングするとサマンの方がやっぱり有利だと思うんですよね。ただサマンの方打たれて弱いところあるんで、はい、挑戦者のガルベスの方が一発狙えれば面白いなと思うんですね。そうです、はい、はい、さあそれではご覧いただきましょう。この試合は10月19日タイのサムットプラカンで行われたものです。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、サマン・ソーチャトロン対アリ・ガルベスの一戦です。まあ、小泉さん、このタイとチリという組み合わせもこれはあまりありませんよね。まあ、チリの選手がですね、世界タイトルに挑戦すること自身がですね、あまりその、ありませんからね。まあ、西条正三選手と戦ったゴドフリー・スティーブンス、はい、あるいはですね、まあ、具志堅用高選手に挑戦したマルチン・バルガス、はい、こういった選手いるんですけど、チリっていうのは中南米にありながらですね、これまで世界チャンピオン出してないんですよ。そうなんですか。はい、これでもし勝てばですね、チリ初の世界チャンピオン、はい、日本の白井義雄さんみたいな存在になるわけですね。まあ、ボクシングが盛んな中南米では珍しく世界チャンピオンを輩出していません。チリ、挑戦者のガルベス、タイはサマン・ソーチャトロン、5度目の防衛戦になります。このガルベスというのはヘアスタイルは川島選手と戦ったカルロス・サラサラにちょっと感じてますね。ああ、そうですね。まあ、右と左のサウスポーとオーソドックスの違いはありますけどね。はい、黄色のトランクスがチャンピオンのタイ、サマン・ソーチャトロンです。赤のトランクスが挑戦者、タイのサムットプラカン、例によりまして屋外の特設リングです。左を出します。受けて立つような感じがあります。サマン・ソーチャトロン、まあ、とにかく浜田さん、日本人と細野選手と八尋選手とやってますからね。日本でもおなじみですね。そういう感じでは親しみがありますよね。これが36戦目になります。やっぱりタイの中でも割と魅力があると言ってもいいでしょうね。このパンチ力を持っているという意味では攻撃力がありますからね。パンチ力っていうのは私はもう全世界共通だと思いますけどね。それとまあいろんな採点で難しいところありますよね。はい、やっぱり実体重差がなくてもどっちかポイントをつける場合にやっぱりばらつきが出てくるわけですね。おっと、左髪、やっぱりノックアウトだけはそれがないですからね。そうですね。そういった意味ではパンチ力があるというのは世界共通の魅力じゃないかなと思いますね。今の速い振りを見ても分かる通りサマン・ソーチャトロン魅力があります。まあ、このタイでもやっぱりそうでしょうね。それは間違いなくね。それはそう思いますよ。
ามยับซ้ายเอาไว้บ้างโยกไปโยกมานิดนิดチサナパンチガルベス。チリのボクシング事情というのはどうなんですか、小泉さん。チリはですね、ボクシングはですね、一つ盛んじゃないんですね。この中南米の国、コロンビアであり、ベネズエラでパナマ、そういった国その結構ボクシング盛んなんですけどね。チリはやはり中南米のそのフェデラティのランキングなんか見てもですね、はい、少ないんですよね。あ、そうですか。チリの挑戦者アリ・ガルベス34歳赤のトランクス、これが46戦目です。おーっと、これは滑りましたね。バランスを崩したのか、不思議なちょっと倒れ方をしました。足を取られたようです。サマン、に合わせようとしました。チャンピオンです。サマン、パンチ力があります。第1ラウンド終了しました。まあ、1ラウンド目はですね、その、まあ、チャンピオンサマンの方がよくパンチ出してましたからね、はい、サマンのポイントにします、はい、サマン、ソーチャトロン、スタートはストロー級だったんですが、現在はこのジュニアフライ級に君臨しています。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ。まあ、ソロ級の時は挑戦したのがリカルド・ロペスでしたからね。そうですね、まあ、手が悪かったですね。そうですね、リカルド・ロペスは今でもソロ級君臨しています。あ、バランス、スイップもありましたし、バランスも少しおかしかったようです。サマ、ちょっと宙に浮いてましたね、体が。まあ、イギリス人のコーチ、チャールズ・アトキンソンというのはですね、かつて、まあ、タイでソット・チタラダやパヤオ・プンタラット、渡辺二郎選手と戦ったパヤオですね、はい、ああいった選手を指導したその、まあ、ベテランコーチなんですけどね、彼が再びタイに招請されてこの様を見てるんですね。まあ、タイトル取ってからですね、バランスは、まあ、今日の1ラウンド目はまあ別にして、ね、全般的に昔よりは良くなってますよね。あ、そうですか。昔はもっと振り回して空振りしたらですね、前つのめるようなボクシングしてたんですけどね。第2ラウンドに入りました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、ヒーロントランクスがタイのチャンピオン、サマン、5度目の防衛戦になります。小さなパンチ、一旦は WBC このタイトルと、それから IBF のタイトルも同時に手に入れました。あのウンベルト・ゴンサレスから手に入れたものです。 IBF はその後返上しています。さあ、だんだん観衆の歓声が湧き上がってまいりました。大きくなっています。ボルテージ上がってきました。サマンが出ていったからか、あるいはその声につられるようにサマンが出ていったのか。まあ、やっぱりあのタイは勢いになりますよね。ありますね。その声援通りにチャンピオンが出ていきます。やっぱりお客さんと一体になって攻めていってくれるっていうのは人気出るんじゃないですか ね、応援のしがいがあるでしょうからね。ありますね。あとは左、シャープな左が出ています。まだ右を返した、左ダブルでついていきます。この辺のコンビネーション振り回してないですよね。そうですね、ストレート系統のパンチで攻めてますよね。左をよく当てています。右をフォローします。チャンピオン、おっと、右小さく振っています。サマン、ソーチャトロン、サマンがぐいぐい詰めています。ただし顎の締めは甘いんですけどね。サマン左を返します。相手の胸に飛び込んでいきます。あーっと、ダウン、挑戦者アリガルです。ダウンです。顎をかする感じで当たりましたね。見事なパンチが入りました。チャンピオン、サマン、ソーチャトン、あ、このまま起き上がれません。左フック一発、それまでは馬力で押してたんですけどね。やっぱ馬力、そして当たったパンチは一発強いですね。5度目の防衛戦、ノックアウトで飾りました。非常に強いところを見せました今日のサマン、ソーチャトロン。ここで5連続 KO が KO 防衛ですね、はい、この後です。左フックがかする感じでこれですね、打ち抜いてますよね。
まあ、最後怖いパンチをもらいましたが、浜さん、その前からこのラウンドに関しては随分怖いパンチいくつも言ってましたね。まあ、体力でどんどん押していってましたからね、まあ、このラウンドで決めるつもりで決めてしまったと、うん、本当に決めてしまったような試合ですね。まあ、1ラウンドは様子を見て、2ラウンドいけるぞと思っていったんでしょうね。そしてこのラウンドで決める、そしてお客さんも一体になるということは、あ、人気出るはずですね。そうですね。また倒しっぷりはこれすごいですよね。リングサイドはもう万歳。今のダウンシーン、はい、今のノックアウトシーンというのはお客さんから見ると、あの攻め方を見ると予想できそうなダウンシーンですよね。